どうも、まほろです。今回はジグソパズルスーパー神岡んで300ピースやっていきたいと思います。これは宇宙船研究所、東京大学の宇宙船研究所が出したやつみたいですね。で、ピース数は少ないんですけど激ムズみたいです。まあこれ同じような模様だからピース探すも大変なんでしょうね。さてどれぐらいでできるかな。ではやっていきたいと思います。最後の一枚、終わった。だいたい4時間半ですね。ピース数の割にはやっぱ時間かかりましたね。普通のやつだったらこれくらいのサイズだとだいたい2時間ぐらいで終わるんですけど、まあ約倍かかりましたね。しかもこれ通常だと残りピース数が少なくなっていけばスピードが上がっていくんですけど、これ逆にわからなくなってきましたからね。うん、難しかった。まあ、一応完成したんでこのままのり付けしていきたいと思います。